ルセラフィムがついに日本にやってきました。 BTS が所属するハイブとその傘下のソースミュージックがリリースする初のガールズグループルセラフィム。メンバーのキム・ガラムは過去の騒動により活動休止中であり、現在は5人で活動中です。5月2日の韓国でデビュー以降、ルセラフィムが日本にやってくるのは今回が初めて。7月1日午後、ルセラフィムは成田空港にて来日。多くの報道陣やファンに対してメンバーたちは笑顔で指ハートを作るなど神対応と神がかった可愛さを見せてくれました。ルセラフィムはこれから2週間にかけて日本でのプロモーション活動を本格的にスタートさせます。7月2日は01とザ・ミュージックデイ、3日には日本オフライン特典会、4日には目覚ましテレビ、13日に FNS 歌謡祭にそれぞれ出演予定です。ルセラフィムの来日にネットユーザーからは、いらっしゃいルセラフィム、おかえりさくらちゃん、カズハ、チェウォン、明日からついに日本の音楽番組にたくさん出るのが楽しみ、どんなステージになるのか今からワクワクしてる、ルセラフィムが今日本いるって考えたらテンション上がってきた、久しぶりにチェウォンの日本語聞きたい、日本語忘れてないかな、などルセラフィムの日本でも活動について期待と喜びの声が多く寄せられています。一体どんな姿を見せてくれるのかとっても楽しみですね。今回のお話はいかがでしたか？コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。